か。返事あり。おとり。この周囲で上級者の脅威を確認した。これより稼働探索により位置を確定する。稼働探索は2つと今後。他の隊員はさらに情報収集せよ。なお、不審には十分注意し、警察官と救急隊が交流して、救急車内で収容しています。救急隊の救急隊の状態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 の一緒に暮らしている人とかいますか？わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今まで呼びかけに反応してください。あなた今おいくつですか？60歳ですか？男の方ですか？女性ですか？60歳男性。63男性。怪我してますか？歩けますか？あなた今怪我してますか？歩けますか？緊縮棒の先端にカメラとマイクが装着されており、倒壊建物の前に立ち込み、内部の映像、音声を調査しています。エンジンカッターは森、ワイヤーストレッチャーはネイタ、一つは安全確保、本号はそのまま画像探索を継続、かかれ、今から救助にかかりますからね。頑張ってください。呼びかけには反応してください。今から穴を開けますね。頑張ってください。今から隊員がいいんだぞ。エンジンカッターこなし、はい、進入口ここ、高い進入口確認。あっ、展開する、あっ、展開する、あっ、展開よーし、あっ、高島京都よーし、はい、警察官たち、警察官たちよーし、はい、はい、自分の設定しよー、エンジンストップ、よし。
な。よし、岩倉さん。エンジンガンダム直動。はい、エンジンガンダム同じ。エンジンカッターによって侵入口が発生されたため、隊員が建物内へ侵入していきます。隊員2名の腰に赤いロープが打ち付けられています。これは侵入した隊員と建物の外で待機している隊員とつながっており、合図の連発などに使われます。また、隊員がのように万が一建物が崩れてしまい、隊員が取り残された時に行方が分からなくならないようにするためのものです。赤いロープを取っていけば隊員が辿り着けるようになっています。患者の容態はどうか。はい、要求変化です。よし。はい、お心注意な。ただいま倒壊家屋に取り残されていた住民の救出が完了しました。これより救命隊に。